こんにちは、ニオドです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日もサブチャンネル、1曲かけていこうかなと思います。今日は、メインチャンネルでやっていました、SM 線の修理が、とりあえず 一度、完成したので、鳴らしている感じになります。正規の部品じゃないので、同一品番ではなくて、代替品でもなく、私の家にあったもので、とりあえずトランジスタとか代用してペア組んだりして、直してしまったので、まあできるだけ同じのが手に入るんだったら同じ方がいいなっていう感じで注文しましたので、それが届くまでの間これで遊んでいるという感じなので、届き次第、また修理をしようと思うんですが、まあ忙しいのでね、また年末、かお正月あたりの休みにやろうかなと思っております。今日は今井美樹さんかけていこうかなと思います。エルフィン、これの CD の中の思い出しただけという曲があるんですが、昔よく聞きましてね、とてもね懐かしい曲なんですが、先ほどこれでかけましたら最低な音だったんですが、でもね私にとっては懐かしいのでいいなっていう感じではありますが、2S305 と、まあ、このディスクがあんま良くないのと、2S305 とこのアンプと GTC デュアの組み合わせがもうむちゃくちゃ良くないっていう感じですね。モスリミテッドの方がいいですモスリミテッドの方がいいです。まあでも普通になんか力のあるソフトとかかけるとやっぱ素晴らしく SM1000 のね本領発揮かなっていうところではありますが、まあウォームまではいかないですけど、暖かくもやっぱしっかり芯のある、まあどちらかというとゴリゴリなるタイプではないので、B1 のようにゴリゴリなるタイプではなく、隠し持ってるぞみたいなね、石をいっぱい並べて隠し持ってる、いつでも出せるんだけど出してないみたいな感じですね。はい、まあそんな感じのアンプなので、まあどんな感じか、ポップス、曲女性ボーカルを聴くとどんな感じかというのをね聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お聞きいただきましてありがとうございました。顔だけが思い出せなくてなんてね、おっかない曲ですね。本当に恐ろしいだなと思いますけど、今井美樹さんじゃないみたいな感じな、曲になってしまいましたがね、 歌われてる感じがね、再生音が今井美樹さんじゃないっぽい感じでしたよね。はい、SM 線で鳴らすとこんな感じになります。途中本当はヒステリックになって、あー嫌だなっていう感じになるんですよね。 FE シリーズと、モスアンプあたりで聞いてると、そういうなんか、ヒステリックになって、なんかちょっと聞き疲れるなみたいなところがあるんですけど、一切そういうところがなく、角の取れた達人みたいなね感じはいたしますが、まあとてもいい音だなと思います。まあ褒めるとこっつったらそんなにはないですけどね、やっぱこのたっぷりのある感覚と余裕のパワーですね。やっぱね、余裕の駆動力、まだまだ俺は大丈夫だぞって言ってるような感覚、感じがねとてもするアンプで、やっぱでも使わなくてもパワーがあるアンプをつけるとスピーカーってこうやって変わるんだなっていう風にね思いますんで、この変わり方がとてもね楽しいなと思いました。はい、また次回違うアンプで、聞いていこうと思いますが、本調子になったら、エイジング済まして、またアナログこちらでコーナーでやっていきたいと思います。はい、もしよかったら、チャンネル登録と高評価の方ポチッとよろしくお願いいたします。今回はこれで以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。